こんにちは。有限会社 S 代表取締役曽根原陽子と申します。本日は創業支援ということで、創業の夢を叶えるというお話の方をさせていただきます。本日こちらのお話を聞いている方は、これから創業をしよう、会社を作ろうとか、お店を出そう、もしくはもう創業して間もない方なんかも聞いていると思います。本日は、皆さんに対して、その創業する前に必要なことであるとか、あるいは創業した時に困らないようなお話とか、そのあたりをいくつかしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。まず創業していくのに一番大切なことっていうのは、基礎をしっかり作ること、基本土台ですね。これが大切。家でもそうなんですが、基礎がしっかりできている家っていうのは、地震が来ても何でもちゃんと残ってますでしょ。これはスポーツ選手でも勉強でもそうなんですが、基礎ってとても大切になります。ですから、そのまず基礎をしっかりと作っていただきたいなと思います。その基礎って何なのかというと、まあ、実際自分が創業することに対しての、ところっていうのは、まあ自分のそれぞれ仕事によって違うと思います。それはできてることと思いますが、そうではなくて、まず心の問題です。心の中なんですけれども、まず自分がどうなりたいのか、どうしたいのか、自分がそれ創業することによってどのような形で世の中にが良くなってくるのかっていうような形で、自分がまずどうなりたい、何をしたい、その先の目的は何なのか、ここの部分の基礎的なところをしっかりと持っていただきたい。これがこの後創業していく中で、大変なこと、辛いこと、いろいろある中で支えになってきます。